誉れなき皆様こんばんはということで、まあ、今回はやるつもりはなかったんですがソロでねクロードキタンここまでやったので、まあ、せっかくなら動画にしようかなということで、まあ、気になったところをちょっと検証してみようかなと思います、まあ、今回検証するのは、まあ、飛び道具のこの威力とそして頭に命中時の威力というやつなんですが、まあ、これ実際どっちが強いのかっていうのがよくわかんなくて両方入れてれば、まあ、こんな感じでね両方入れてればいいんですけれども 例えばこういう風な片方だけしか入ってない場合、こっちが強いのかこっちが強いのかというのがね、わかんなくて、漠然と頭に当たった時はこっちの命中の方が強いのかなって思ってて、ただ、倍率が12%と10%でマックス値が違って、飛び道具の威力がそもそも上がっていれば、頭に当たった時の威力も上がってるはずなので、どっちが強いんだいと <laughs>、よくわかんなかったので、 まあ、気質情報かもしれませんが、ちょっと僕なりに検証してみようかなと思います。というわけで、まあ、この、片方のやつね、持っているんですが、えっ、ー、と、まずノーマル、全く何もつけないやつを、ね、ちょっと120まで上げたので、まあ、こういう、まあ、弱タイヤが、これもこれもちょっと入ってるので、まあ、全部弱体ヤ統一して、まあ、多分一発目なんで関係ないと思いますけども、 ノーマルでやってその後飛び道具の威力をやって、まあ、これをあの頭に命中時の威力に変えて、まあ、3回目で検証していこうかなと思いますたれた魂さあ検証に使うのは黄金の「たたれた魂」の一番初めの敵でいて <laughs> 痛くはなかったけど、まあ、このザコでいいでしょうかまずはノーマルバージョンから頭に当てた時の威力 マックスまで引き絞ってちょっと様子を見に行きましょう最終的にねあのドアアップにしますので、まあ、ノーマルバージョンだとこんな感じさあ次は飛び道具23.9%アップバージョンですねえいどうだあさっきよりはやっぱり減ってますねそこまでの効果はないかいやいやでもまあまあ減ってますね さあ最後頭に命中時20%アップはいどうだおあんまり変わってなさそういや微妙ですねちょっと拡大して比べてみましょう拡大してみたところまあ誤差ですけれども飛び道具の威力23.9%が一番減ってますね だけど正直3.9%の差があるかと言われるとちょっとはてなって感じですね。こうなったらちょっと最終兵器を使いましょう。さあというわけで最終兵器の登場なんですが弓取りの5歩の達人の試練に、まあ、この武具を装備して弓で攻撃しろというものがありまして、まあ、これは攻撃、まあ、ダメージを5000与えると達人の試練がクリアをするというようなものなんですが 逆に言えばダメージを数値化することができるということで、まあ、ちょっと格が減ってしまいますので先ほどよりもちょっと威力が弱くなってしまうのと、まあ、これはちょっとノーマルでやってこっちだけ変えていこうと思いますので、まあえー、飛び道具の威力がついているバージョンと頭の威力がついているバージョンと、まあ、最終的にノーマルのやつをやって、まあ、その3つの威力を数値化するということをやっていこうかなと思います というわけでまずは飛び道具のバージョンからやっていきましょうさあというわけで同じ敵だよねこれでやってみるとポン !269 というのが出ましたさあお次は頭に10%ですねついてますがポン !269 から525を引くと256ですねそして一応最後に ノーーマルバージョンですねいこいつに、えー、525から772を引くと247ですね。というわけで結果はこんな感じになったんですが非常に飛び道具の威力が強いです、ね、まあ頭に命中時の威力10%っていうのが何もない時からまあ9しか増えてないので、まあ、誤差だと考えるとまあ10%で10上がって。 いるという,ふうに考えられるので、まあ、それだったら飛び道具の威力は12なんじゃないのかなと思ったんですが一応倍率的には1.089068825という感じで続くので、まあ、1.09倍ぐらいなので、まあ、109%ぐらいになっているのでどうなんでしょうね12%アップっていうのが、まあ、なんか高の目がついているからもしかしてパワーアップしているのか、まあ、そこら辺はちょっとよくわからないんですが。 まあ最初にやった感じでも、まあ、飛び道具の威力の方が強かったのでつまり結論は頭に命中時の威力を入れるぐらいだったら飛び道具の威力を入れた方が強いでした。